まあいいや、モニテラの配信には映ってると思うんで、まあ気にし、はいはい、決まった。はい、じゃあ先方決まったんで、そうだ、座ってください。 1P 側がバイパー、破天荒クレジンチーム、 2P 側が、小江戸とも、小手さんですね。先方は、小江戸さんとクレジンさんです。はい、今日は、ゆうべがさんが遅れてきたので、ゆうべがさんと店員さんの方ですね。じゃあ、間違ったんで殺してください。キャラは固定じゃないんでしょうか、さすがに。3on3 なので多分固定だと思います。1人とかだったら多分まあ、コロコロ変えてもよかったけどね。うん、3on3 で変えるとすごいことになりそうで。まあ、キャラ替えありでもいいですけど。はい、ベガは速くていいですね。さて、一応固定今もうハゲさんのさじ加減で今決まりますけど、ルールが自由です。キャラは自由です。はい、キャラは自由だそうです。何使ってもいいそうです。戦法だけは教えてくださいね。これははめ切れない、めくりがガード暴れている。これもガード刻んで投げて受け身がなくて、今度は表面から食らう。かぶせありだと、かぶせありだとどうですかね。まあまああまりあまりさあファイヤー攻撃はなしですね。さあフレーム打って、さあダブル2で対空されて、深めに行った、めくりに行った感じ。さあもうファイヤーが打て、打ってる、ゲージがあるから打ってる。ダブルに引っかかって、これは使っていって、固める、固める、固めるテンプル。あーいって、うん、下段重ねに行ったがちょっと早かったか、投げが勝っている。破天荒さんとバイパーさん、あとはどっちが出るか。破天荒さんが行きましたね。で、ちなみに次のチームが杉さん、杉さんとエクスパーさんと瀬尾さんがこのチーム、対戦相手はタコ様、長州、千本さん。お、チームメイトが来ましたよ。ゆうべがさん、チームメイトが来ました。よかったですね。金子さんが来ましたね。よかったですね。お見事。遅れてくるとゆうべがさんと組めるシステムだった。新しい、知らないシステム。さあ裏に回っていた、ダブル2だと裏に回れるんですよね。バックジャンプして勝っているのは、おっと、うまい。これはよく見るやつ。さあ画面端に行ったが特に問題はないのか。ゲームプラン、コパン昇竜からめくりから投げる波動拳。さあこれはいい対空している。表から下がっていた、2ヒットになって波動拳食らう。めくりがガードから中腰しに行ったが、これは最速で暴れていた、投げだと思ったら投げ返されている。ヘッドプレスから、うーん、危ない。ヘッドプレスどうする、これどう、ダイヤシ届くのか。開幕は下がる、これは下がって、またしても定位置、来い来いと。さあ総流はすかされる、中段から刻んで、なあこれは刻んで、小江戸、まあ、画面端行くと割と昇竜すかす間合いの位置取りとかがやりやすくなっちゃうっていうのはありますね。さあここはバイパーさんホークでいった。さあしかし、小江戸小手ともなんで、まあ小手さんの下がっとがちょっときちめではあるが、いけなくはないが、おやめておけから、はめ、ジャンプで頑張る。しかし画面端だ。コーパンで止まる。投げられる。
しっかりと追い込んだ。さあ開幕歩いていくが、上下しっかりピオリーチ、反撃はない、ちょっと歩いてたから大事に行く。小江戸ペガ上通らない、最後で突っ込む、めくりはおっと逃げたつもりがどっか引っかかる、これは危ない、大丈夫、垂直大キック対空がコンドルで透かされたが問題なかった。これは垂直で木を見計らっているバイパーホーク、しかしそこでうーっと余る、台でしっかり投げてるぞ、おっとフォローもできている、逃げたが相打ち、これは引っかからない、地上ぐらいにはならない、おいしい。さあどうする、わからない、わからない、はまる、これはお見事、上に逃げるんだろうとトマホークが置いてあった、トマホーク、そこはまあ当然の小手さんのサガット、結構きちい、なぜならサガットの手足が長いのとアパカ、おっとこれうおー、でもどうすんの、力でいった力でいったが、コテさんスト2の若い子は老怪なんですね、動きが。さあいった、うわーっあーっとこれはしょうがない、これは大概に、しかし体力リードしている、いけるのか、さあ、あの中キックは下タイガーが潰れるやつ、それ相打ちで、おーどうすんの、上だった上だった上手だった、上しっかり通らない、減りましたね、ラウンド負けてるっていうのもありますし、うおーアパカだけで体力がなんか溶けた、これは大パンチで釣り、うおーっとしっかり待っていた、さあ今度も通らない、待ってますね徹底的に。さあ今度は相打ち、通らない、どうなるよ、二択だ、純粋な二択、アパカ打つんかい、打たないんか、うまい、アパカ打ってきた、これは2位で取って、しかしまたわからない、1ラウンド目のような展開、んさあ2位、うおー下タイガー、下タイガー0ドットは基地、どうする、下タイガーだった、勝ったのは小江戸ともこてチーム。はい、次の試合は瀬尾エクスパ杉と千本長州タコ様。キャラ自由は、いや、いつでも自由ですよ、いつでも自由ですよ。さあはい、タコ様早く準備して、ほら、はい、じゃあ先方の人間とキャラクターを教えてください、じゃんけんもしといてね。はい、2P ということで、キャラクターと先方を決めたら教えてください。はい、わかりました、 OK です。でも俺にだけ教えてくれればよかった、そうそうな、早くほら、ここじゃないよ、あなたたちの戦いの場は。はい、先方決まった、もうこっちは決まったから今手挙げて、どうぞ。キャラクターが聞いてないけど両親に期待し、あーさあいいですね、キャラ間違えたそうです、じゃあまた殺してください、リセットしてもいい、どっちでもいい、
はい、ガイルだと思います。杉さんはおそらく。でもこのベガンを見て突然ブランカとかを見てもやってもいい。なぜならキャラクターを聞いていないから。さあこれは千本さんはガイルもうまいガードしっかり入って、これはめくりにはいけないが、もうガイルがあかん。これは削り。千本さんはホークもベガも使いますね。ベガは結構強い、結構強いぞ。しっかりできている。杉さんいけるかな。固めて、固められ、入れ替えて、攻守入れ替えたい。ソニック打った、打つしかないんだ。固められる。さまで切り返して、大キック冷静、大キック。千本さんがもう相打ちでもいいぞというような動き。逃げようとするが逃げられない。さあ杉ガイル追いついてきた。おっと上りうまくて、さあ今度は千本さんのターンとか。しかし杉さんが5パンで止めて、ソニック打って近づいたところは迎撃され、うまー、2位が出ちゃった。さあエクスパーはダルシム使ってもいいんだよ、久しぶりに。竜だそうです。はい、さあ通らないが大キック、これは投げている。垂直うろうろ、波動拳を打たないエクスパー、打った。マリオで拾ってやりたいやつね。大竜巻の意味、投げて、はい、下がって投げられている。昇竜がなんかドンピシャで刺さって、中ゴスファイヤー、うー読んでたけどタイミングが違う。竜巻、竜巻、大竜巻、違った、小竜巻だった。これは引っかかって削られる。タコ様に行けと長州さんが。いや別にザンギを使わなくてもいい、ザンギしか使えない。そんなことはない。そうなの。歩きスクリューは下がられている。ダブラリ出なくて、対空出なくて、ダブラリ出て食らう。アントビからなんか変な感じになっている。ダブラリ出る、ダブラリ、ダブラリ、ダブラリが出なくて、上通ってファイルだ。なぜ、ちょっと安いが、うーん、まあ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 、スト2ですよ。歩いて大事、これは竜巻でしのいでだっかいっちゃう。これはタイガーシュタイク。さあどうせ飛んでくるだろうと呼んでいたが引っかかる。上通って、これは読んでいた。しっかり昇竜を見てから前に切り返せたのは良かったと思います。飛んでいるが、さあこれは潰されて、歩きはうまい。さあスクリュー入って暴れる。そうね、そうね、大パン刺さるけどファイヤーも当たる。さあどうする、切り返して真空は、さああるがどうすんの。危ない、今真空食らうかと思った。うまい、バックジャンプ読んで、大キックだったらもうちょっと分かんないんですけど、なぜかショーパン、バックジャンプ大キックに台足合わせるのは結構むずいんですが。さあ瀬尾さんのチュンリーが大将で出てきた。竜ではない、竜のわけがない。
さあ、チュンリーより竜を使った方がいい組み合わせはあんまり思いつかないけど、フェイロンぐらいかな。ちょっとよくわからない。さあ、あーこれはタゴ様がもう帰ってこない、帰ってこれない。あーあーきつい、きついきつい、あーきついぞ。あー帰ってこれない。あーあー違う、これは完璧。別にタコ様がなんか悪かったわけではない気がするが、悪かったわけではない気がするが、瀬尾さんが良かった。いいぞ、全然ある。ここまで詰めたら大したもんだ。あーしかしこれは陣地だいぶ押されるぞ。中央に戻ってきた。さあ早く画面端に切り返したい。さあ潰してどうすんの。上しおんでいた、タコ様がしっかり取った。さあ一発勝負、懺悔チュンリー不利とはいえわからない。さあハゲ縫いから悪いいったような気がしたけど。さあまだまだまだあるぞ。なぜなら画面端は近くなかった、遠ざかった。さあこれは通らない。タコ様もいい動きはしているが引っかかって、さあさっきのようにいけるのか。もうあっと走って、これは投げ返される。悪くはなかったけど、悪くはなかったんだけどね、投げられちゃった。さあ長州さんが剣だと思いますけど、さあ剣ですね。ちなみに次の試合がお茶丸中野友座チームと青木サイクロンウネロードのチームですね。なんかゲームしてたら一応ちょっと用意しといてください。お茶丸友座青木サイクロンウネロード、この辺りちょっとお願いします。投げてどっか行っちゃうどっか行っちゃう、なんでや。途中は下座って、これは完璧、抜けられた。青沢いるのかって、いるよ。さあ近距離中キックで対空して投げる強気、竜巻で暴れたが中パンチだった。さあ詰めて、さあ下がる下がる下がる、スペースはいっぱいあるからガードもできちゃう。たまった、背中蹴りで抜けてどっか行っちゃう、踏まない、膝で強引に行ってどうする、バックジャンプだった、すごい逃げ方だ。さあ先ほどは戦列抜けられているが、さあジャンプ、あえてのジャンプ。さあなんかインターセプト波動を打って、これは天空脚、竜巻読んでいたか。さあゲージ止まった、どうする、差し合いに来る瀬尾チュンリー、うわーっと潰して膝からテンション出す、この男中大ピオル完璧。さあ中大はちょっと痛かった、痛かったね長州さん。じゃあ喋っといてくださいって言っても喋れないから、お茶丸中野友座チームと青斎うねロードチームです。じゃんけんをじゃあ友座さんとうねさんじゃんけんして 1P2P 決めてください。青斎に聞いた方がいいんじゃない、青斎に聞いた方がいいんじゃない。はい、青斎さんは、青斎は 2P 取った、なるほど。はい、じゃあ先方教えてくださいね、先方。先方教えてね。ああ。ああ。
はい、聞きました。さあ、はい、じゃあ両方先方聞いたので、じゃあスタートしてください。おっと、 1P2P をミスった。はい、じゃあ改めて、あ、お茶丸くん、バルログとロードエッサーがですね、これまた露骨な強キャラ対決となりましたが、大幅リードしたのはお茶丸くんが詰まってきている。差はない。さあ、爪が取れない。対空、上見てた。でもこれどっちが強いのかな、多分バルログ?バルログかな、これでも。あ、上出ますね。対空は見逃さない。さあ、ダイヤシタイガータイガー投げて、もう一回投げる。 S には投げが、 S キャラにはね、投げが有効です。歩いてったけど足が出ていた。お、あ、2人目でトモザさんが出た。さあ、エッサ側は何としても潰しておきたいってことでしょうかね。タイガー、さあ、この画面端が厳しいぞ、ベガ。タイガーガードして、さあ投げて、投げ返す。さあ、ここで友田さんが落ちるのは非常にまずい。投げてタイガー置き攻めがガードしている。さあ、5ヒットピオらないが、結局死んじゃいましたね。あ、ヘッドプレス警戒、ヘッドプレス潰す。飛びが入っちゃった。終わったか、これ。残ったけど中足、何をしたんだ最後。さあ、ここで青サイさんのザンギ、さあ、ベガザンギ、ベガザンギ結構五分ぐらいなのかな、これ。立ち回りはね、ベガなんですけどね。ああ、残った、まだある。ああ、ない、なかった。止める。まあ、ベガはね、無敵技ないから、一回ザンギに捕まると結構厳しいと思うんですよね。まあ、ただその捕まえるのが非常に難しい。ダブラリー、うかつに振るとね、ホバーが飛んできますしね。あー、これ苦しい。ダブル2、あー、青サイさん。あー、もう 1P じゃなかったから仕方ないっすね。 1P だったらね、状況は一変してたと思うんですけど。
さあ 2P は大将がウネガイル。さあウネガイル結構やり込みを見せていますからね、実力どんどんつけてきてますね。あお、暗い投げ。さあなんかベガが瞬間移動して最高。うわ見えない、あれは見えない。あー乗っかっちゃって、裏ガード、お肉、お潰してる、アッパー、さあよく対応しましたね。あーこのバックジャンプに食らっちゃうのが痛いですね。潰している、お、あ、まあ、これはかなり安く済んだ形。ああいうチョッケ、おーおー、ウネガイルこれはでかいですね。おっと中野ダルシム、あこれはもう勝ちに来ましたね。もう勝てばいいんだというこの無情なダルシム。さあさあウネガイルね、せっかくトモザさんを倒したと思いきやとんでもないの出てきましたよ。さあ頑張れいける、まあ、8-2って言われてるけどね、いや逆に言えば2は勝ちの目が 2はあるってことなんで、あの、いけますよ。さあ、ここで2を引けば、さあ、まだ、あー、何も起こらない、何も起きず。はい、次カワシム、ニーヤ、中島チーム対ユーベガハゲ、金子チームです。はい、大丈夫ですか。あ、ゆうべがさんはいますね。金子さんはゲームしてそうな感じだけど、ニーヤーさん、カワシムさん、中島さん、はい、ニーヤーさんと金子さんですかね、いないのが。じゃあとりあえずじゃんけんで、1P、2P 決めて、ゆうべがさん、カワシムさんとじゃんけん。あ、ニーヤーさんとニーヤーさんだけですね、ゆうべがさん、100円ください。はい、ニヤさん、ユーベガさんいるから来ないってさあ、大会ですらどっか逃げる大会はさすがにもう逃げ場はないですからねやってもらわざるを得ません。さあさあいや、頑張ってもらそうだよちなみにこれ毎回何使ってもいいというルールなので、ニーヤさんはホンダを使うというあの責任はありませんはい、あれですよね、 1P、2P は決まったんですよね。じゃあ先方だけ決まってない、ユービガさんが勝ったとこまでは知ってる。はい、じゃあ先方のキャラと人だけ言ってください。何使うんですか。
何使ってもいいんで一応大丈夫。オッケーです。何使うんだろうね。ガエル、何ガエルでいいのかなガエルでいいのかなあ、ガエルを使うと、いや、バルログを見てからホンダに変えてもよかったんですよさあ、ハゲさんのバルログ踏んじゃって、結構ガエル戦はバルログちょっと難しい、コツがいる。なんかさあ、バックジャンプ、結構バルログの技に対抗する技が多いのが、これはガイル、これはこれは、さあとかいっちゃう、めくりに来る、投げて、お、めくりになるの今の。画面端に投げた後、ジャンプしたら裏にいましたね。ねえ、表だと思ったけど、まさか裏から小足が重なるとは。わかんなかった、今。あそこから死にますよ。うん。金子さんが、ちょっとなんか、ゆうべがさんと金子さんの間で、何かが行われて、金子さんが行くことになりました。確かにね、こう、カワシムさんがいる以上、最後にガイルを残すのはちょっと気まずい。さあ、赤いガイルが中島さんのガイル、何色かわかんないんですけど、ちょっと色が濃いのが金子さんのガイル。裏剣は裏剣のダメージの方が多いですね。さあ、勝っているのは中島さん。こうなるとちょっと厳しいか。守りきるのは中島ガイル、攻めなければいけないのは金子。さあ、いった、こういうちょっとした積み重ね大事。ガイルが押されている、踏んでしまう、ガイルが踏んでしまう。さあ、ガイルが勝っていて、さあ、ガイルがしっかり相打ち体育、さあ、チョップで潰す。さあ、これはガイル厳しい、ガイル、さあ、食らうが、これはガイルが体力勝ち。これはしっかりガイルが勝っていった。さあ、ガイルがお互いソニック打って、打って、さあ、ガイルがちょっとリード、負けているのはガイル、頑張らなければいけない。さあ、ちょっと負けてるガイル、これはしかしガイルの側もリードは取りたくない。さあ、投げる、ガイルがここで逆転、裏剣、さあ、ちょっといいダメージを取ったのはガイル。さあ、ソボット、悪くはないが中足。さあ、どうする、ガイル攻めるか。さあ、中足当てて、攻めなければいけない、守りきれるか。ガイルダウンはちょっと美味しい、ダウン、これは中足で暴れる、これは厳しい、タイムがないぞ。ガイル投げた、通らない、通らない、勝ったのはガイル。ユーベガさんが頑張る、これは、これはカワシムさんはニーヤさんにホンダ使ってねと言うしかないんじゃないでしょうかさあ、本当に順番決まってる、しっかり中島ガイルが反応して投げ返す、投げ角なんですけど、頑張った、お、踏んだと思ったら、さあ、普通、うおっと、潰して突っ込んでくる、逃げるが、さあ、相打ち、しかしこれはめくりにはいけない、投げ返すのはゆうべが、おお、上から行くが、暗い投げされている。ソニック打って、めくりが当たらない、上、早めに出していたゆうべが、一気に画面端追い込んで、
さあ投げる、さあ1個で固める、ずらして、さあ体力はリードしたのであとは料理じっくり、相打ちもできない。さあこれは相打ち OK のミドルキック、2番目は誰なんですか、カワシムさんなんですね。これはこれ仮にこれカワシムさんがやられて新谷さんに行って剣使うよとか言ったらこれチームメイトも何を言うかしょうがないじゃないんですよさあ突っ込んできた、さあっとピオらないまだピオらないこのダルシムしぶとい、しぶといが体力がもうない、どうする。さあこれは今の飛びはなかなか落としづらい、チョップも打てない。さあ上から突っ込んできた、投げ返す、重ねて、まだ暴れる。さあ指がもう硬いぞ、動き中継で固めて画面端、ちょっと厳しい、逃げて、まだファイヤー打つ、フレーム、フワイヤー、これは暴れていないぞ、めくりが当たって高めから投げる、投げ返す、ファーフレーム、インフィルムだったと思う、逃げる。さあ、ゆうべがここからわからないんだな、殺しきれるか、あーっと、ガードしているが、まだここでこじ開ける、投げる。さあ本当にしぶとい、ゆうべが本当にしぶとい投げたと思ったが、どうするんですか新谷さん、これ対象戦ですよ、分かってるんですか対象戦ですけどああいや、うちにいいんですよ、何を使っても今日自由ですから、え、いいんですよチュンリー練習してるからね、最近チュンリー練習してるけど、あー、いろんなものに負けてホンダが選ばれた。さあ、まあ確かに最近チュンリー練習してはいるんでありだとは思うんですが、さあ体力奪われて投げ返す、うわー、ピオル投げる、欲張り、投げ返す、これはガードしてわからない、あっとこれはドンピシャで飛んでる、サイコで削ってバックジャンプから頭突き、さあまだまだわからない、飛んでいる、いや、よく飛ぶね、本当にね、本当によ、よく飛ぶね、本当にね、ちゃんとさあこれはゆうべがさん不満げ、これは不満げですねさあ勝ったのはゆうべがチーム、では次2回戦というか準決勝ですね、小江戸さん、ともさん、小手さんのチームと、杉エクスパー瀬尾さんのチーム、あんなに納得いかなそうな人、さあ決まった、決まったって思います、どっちでもいいの、ワンピーはい、どっちでもいい、はい、じゃあ先方決まったら教えてください。あっちは、あっちは杉さんかエクスパーかどっちか、どっちでしょうね、こっそり教えてください。こっちは誰が出るんでしょうね、
決まった？こっそり教えて。はい、わかりました。じゃあ向こうは決まったみたいなので、ともさんチームはなんとなく座ってください。じゃあいいっすよ、もう決まってるんで、どうぞ。じゃあはい、どうぞ。エクスパーどうぞ。小江戸さんですね。さあ、お、なんかちゃんと紳士ですよね、皆さんね。キャラクターは自由なのに、そしてキャラクターは特に効いていないのに、しっかりなんかちゃんと想定通りのキャラクターをみんな使ってくれる。なんかダルシム使った僕がバカみたいになってね、ちょっとね、ちょっと良くないやつみたいになっちゃった。悲しい。さあ大系でお釣りビヨンの回、しっかり決める。ああ、お、ダイヤシでお釣り中盤下段埋めて、これはしっかりお釣り取ってった。さあ出てくるのは杉さんのガエル。杉さんが、もしかしたら杉さんがホンダとか使えたかもしれないけど、ガエル。さあ、さあしっかりサーマーで切り返す。さあサーマーは取られて中盤で投げ返そうとしていたか、なんか安い、どっか行っちゃう、どっか行っちゃうのは、どっか行っちゃうのはなんかこう当たり方が良ければ後ろからサマーで蹴れたりするんで、やってみる価値はあり。潰されてそろそろピヨリそう、サマーで切り返す。しかし2位で襲ってくる、難しいぞベガ戦、難しい。正解がわからない。ソニック、ソニック、正解はとりあえずソニックを打つことなのか。さあどっか行っちゃう、中継に切り返した瀬尾さんの出番だ。さあ、ここから小江戸固定 TOMO 瀬尾さんを倒さなければいけないが、さあ台形で中継かな、中継で取って下がってガード、下がっている。さあ瀬尾さん全く攻めない、全く攻めない。さあ対空投げる、さあコントロール、さあ裏に投げ返しが今微妙だった。画面端は辛いぞ。ああ死ぬ、死なない。さあ瀬尾さんが何かを探っているような動き。さあ百列多めでしたね。さあ出てくるな、コテスさんのサガット、サガットかは分かんないけどサガットだと思う。 S でもいい、 X。 さあでも瀬尾さんサガット戦ちょっとよく分からんって言ってたんで全然あると思います。道剣とりあえずこれはゲージを貯める感じかな。そう、そっちで貯める。背中蹴りから踏んでしまう。あ、狙ってたやつ、あ、カス当たりよくある。さあしかし画面端に追い詰められると厳しい。ジャンプぐらいしかこじ開ける方法がないんじゃないか。なんか気づいたらゲージが溜まってる、チュンリー。うおー、なんだそれ、さっきも見たやつ。チャージ完了して、ちょっと体力リード足りないんじゃないか、これは足りない。
頑張った。投げられたら死んでた可能性あり。さあ開幕ジャンプしてった。踏んでアパカが待ってる。なるほど。さあ溜まったが、さあしっかり見ているこの男。埋めてアパカで切り返す。さあ体力リードされているが、まだまだあるぞ。いいジャンプがさっきから決まっているが、もうされない。大K で対空。さあ開幕打っていった。飛びが刺さる。痛い痛い。投げる。さあかなり瀬尾さんがラウンドごとに動きを変えてくる。抜ける。抜けるんかーい。台形投げる。さあ1ラウンド2ラウンド目でデータを作っていたか。これは TOMO さん。あ、これはかなり難しい試合になりそうだ。トモリュウとチュンリー、セオチュンリー。開幕は歩いて攻めに行く。さあ追い込んでいるのは、さあ壊しファイヤーハード、そういう切り返し方もある。刺さってお互い、さあうまい。これはどっか行っちゃう。溜まったが、うまく使わせてくれるのか。投げに行ったが勝利待っている。投げて固まったところにダイゴスから投げ、お見事。さあまだ前に行くぞセオチュンリー。今の百裂かなりうまい。これは天空脚、さっきも見た。固めて固めて、何それ、なんかエーパーっぽくなってるけど。コパンで落として、これは刺さらない。めくりは当たらないがバックジャンプ避けている。さあチャージ完了しているだろう。これは抜けて、しかしあと1ヒットになる。いいファイヤー打っている。わからない。これは相打ち、そういうこと。今度は上。さあ一気に画面端まで行ったが、ここからが竜は強いぞ。さあ溜まった。投げる、強気。溜まってるからね。うわー出た。うわー投げに来ない。投げる、最後に投げる。いやらしすぎる。勝ったのは杉エクスパセオチーム。次はね、お茶丸さんと中野さんと友田さん、あとは、ゆうべがハゲ金子さんです。はい、じゃあやりましょう。はい、はい、ではじゃあじゃんけんして 1P2P だけ決めてましょうか。ガグ、さあどっちだ。 2P、 なるほど。では先方を、先方をタコ様に申告してください。そこにいたから。さあどうする。はい、いやタコ様に言えばいいけど、タコ様に言ってください。僕チームなんで、はい、じゃあ座ってください。お茶丸さんが何使うのかな。
はい、間違いが起こりました。ホンダって言ってなかった？決まってた。なるほどね。さあ、よっちゃまるさんがホンダで、我々としてはハゲさんのバルログ読みだったと思うんですけど、上行った。あー、死んだんじゃないの？うわさあ、金子さんがガイル、どうしましょうね、これダルシム使っときますね、とりあえずこれね、うん、そうですね、これはダルシムを使いましょう。はい、あー厳しい、頑張ってほしい。悪くはなかった、あの100巻を食らってくれるんであれば全然チャンスはあるぞ。食らってくれない。さあ食らって、しかしプレッシャーを与え続けるのが大事。悪くはない。さあこれはジャクソニックだった。ダイヤ下行く、ダイヤ下行く、お行って、食らってくれない。あーと、これはやられてしまう。じゃあダルシム使います。はいはい、じゃあちょっとだけ久しぶりにマイク持ちますわ。まあトネピーが、まあ早速なんか持たなくていいよとリアル勢からの煽りがありますが、まあトネピーがここかぶせでまたダルシムでいってますね。まあね、ここまでねかぶせでいったらもう勝たなきゃっていうところもあるからね、逆に金子ガエルが勝ったら美味しいよって展開で、今のところまあダルシムがちょっと体力有利ってところですが、おっ中足入って、あーでもまた中盤入って、ここはね難しいっすよね。ガイルガーどうすんだろうねっていうね。おお、今のもインフィールド狙ってたような気がしたが出なかった。あえて温存した説もあるが、あーっとチョップで落とす、うん厳しい、うん厳しい、どうすんのかねこれ。なんか昔タコ様がヘイで始めた時、すんげえうまいガイル使いの人がいてね、大体なんかダルシム相手に3段決めてピオ出せて勝ってたけども、やっぱそうはいかないのかねっていう。お、飛びが入った。まあガイル側もやっぱこうやってちまちま当てていくしかないのかなと。お、あの中パン痛いよね、しゃがみ中パンね。まあただ体力、あーちょっとこれでダルシム有利になって、おーこれね引っかかんのよね。足も当たる、あーこれこのしゃがみ中パン、あーもう厳しい、もう厳しい、あーもう厳しい。あースパコン出したけどね、まさに余生でしたね。さあ、あ、ここでハゲが、まあバルログですかね、ですね。まあ一応かぶせに行ってはいるが、おお落として、あやばいよこれ、あ投げれなかったか。おリバサでテラー出して逃げて、当たりもしないあ、さあいけるか、あー相打ちになったが、さあ、あーちょっと遅いね。おーっとトネピーもちょっと今飛んでたが、あー投げれない、ただ詰め詰め、おー引っかかって、さあおー今のもどうなんでしょうね、まあバク転出してても厳しかったのかな、テラーもダメだろうし。あ、ヒットアヒョウが当たって、あ、ちょっと遅い。あのタイミングだとね、ダルシムのね、チョップが、ま、そうそう、間に合っちゃうのよね。起き上がりでもなく、おーっと。さあ、これ厳しい。おっ。ヒョウで避けたが、おっ、テラ。テラじゃないよ。スカイハイクロ当たったけど、あっ。あ、厳しい。おー、踏まなかったが、あー、チョップで落とされて、もう、あ、あるか、これ。
おお、相打ち。これはどっちが良かったのかってところですが、あ、やばいよこれ。そのままセッカハメ、セッカハメ、もうセッカハメ、セッカハメ、もうそれだけでええやろぐらいの今のは見せたね。お、さすがに割り込まれて、お、スライディング刺さって削ってから、あーもうゼロドット、あ、あるかこれ。だ、遅いよ、もうちょっと早く。あー今なんかお互い怪しかったぞちょっと惜しかったね。さあここで出てくるのはもうゆうべがさん、このまま全員取り締まるのかというところで、ぶつけて、あ、なんで2発でビヨンドかなみたいなもう、あ、もうあっさり終わりましたねいくらダルシムがピヨりやすいとはいえ、あれ2発でピヨるのはやばい。あー今のも死にかけてたが、まあまさによ、まあうんうんうん、なんとも言えないな。おっ、トネフィンもうまい。さあ画面端追いやって、あー中盤が引っかかって、ナイトメアで拾われて、もう残り数ドット、おー、相打ちオッケーってところかな。さあここで友田が出てくるが、何で行くのかな。メインキャラで行くのか、かぶせて行くのか。おおー、メインで一番嫌っているベガベガに対してあえて自分で入っていく。ただこれはほんと見ものですね、見物ですね。やべえ、周りからの煽りがあっと引っかかってからの飛びからの、あ、これはこの状態でいっちゃうのかと思ったが、おっ、暗い投げして、おっ、さあ逆にやり、おー、めくれて、あー、ただピオーラないなぜピオラない、人に対して煽りになっている。なぜゆうべがはピオラないのかと。おーっと、今のは投げられましたね。友田が最初取って、さあ2ラウンド目、お、うーまい確かになんかベガベガってないからそういうのあるんだねみたい。あ、うまい、コパンで落として。あのコパン対空ってすごい有効なのよね、なんかいろんなキャラに対しても。やっぱ発生が早いせいか。あー、もうこれ終わっ、あ、あれあれ、今ガーフだったのかなみたいなガーフだったのかなまあこういう絵も見れるみたいなね、もうベガベガの醍醐味。あー、相打ちになっちゃうのね、あの高さだと。さあここで、ああ、まあこれは相打ちになる。あ、これが潰せない、なんかいろんな発見がありますねって。さあこれが平ハメってやつですか。ああ同キャラ戦なのにずるいもクソもあんのかなっていう。じゃあじゃあゆうべがさんが勝ったので決勝進出。じゃあそのまま残っててくださいね、ゆうべがさんたち。瀬尾さんたちいます、瀬尾さんたちね。はい、じゃあ、はい、だっていやファイヤー打ってんじゃん、 めちゃくちゃファイヤー打ったよねあんなにファイヤー打つやついないよガエル戦でさあ、どうするんですか先方。あ、なんか手上がりかけたんでそれにしましょうか違いますかゆうべがさんがどっか行った。じゃあゆうべがさん抜きでっつってあ、
はい、戻ってきました。ゆうべがさんが僕のエッサの、はい、なるほどね、決まってます。はい、じゃあどうぞ座ってください。こ、ま、ワンピース決まってるかと思ったらまだ決まってない。はい、では先方決まってるようなので座ってください。ワンピー側が、ワンピー側が、ハゲ、ハゲゆうべが金子チーム、ハゲさんのエッサが、はい、杉さんはガイルかな、ガイル勝ちに来た。大パン、さあ、あー終わった、アパが出ない。さあ悪くはない、アパカが出る、コンボができる。さあエッサが、これは倉橋ジョンチョイモードですね、色とか。確か確かステージも多分倉橋ジョンチョイこれだったと思いますけど、アパカ出るぞ、きつっ。さあ、いったいった、ガソニックガード、ソニックガードさせれば結構いけると思ったけど、いいぞ、投げられる。タイガー勝ったな、ハゲソイッサガット。どうすんの、エクスパーが出てくる。そうね、そうね、ディーセントリー、リーセントリー、メニープレイヤーズスタートチョイスエッサガット。なるほど、さあどうする、飛んで、ダメージが結構取られている。アパ出なくて投げられる。さあシンク使って、アパ出る、これは飛んでいる。その通りですね、はい。特にコメントに英語があったんで、なるほどって言って感じで、特にあれでしたね、完全な役を乗せてくれている人がいるっぽい。お、出なくて、破天荒さんってエッサが使うの、アパカ減ってる、たまに使う、あ、そうなんですか、へえ、なるほどね。うわー、痛い痛い痛い。アパカきつい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 、お、しっかり竜巻には引っかからないぞ、飛んで引っかかる、ファイヤーファイヤー、飛んで避けて、なんで大竜巻、さあ勝っているのはエクスパーだが、真空もあるが、打たないが、打たない、ハゲさんもなんかいい動きしてるぞ、うわー、いてー、うおー、投げ返す、頑張ったね。さあこれは金子さん、いい動きをしていた。ソニック打って、さあしっかり落として、ソニックソニック、完璧。竜巻を落とされて、竜巻の着地には、竜巻落とされた後の着地は竜巻出ないということなので、ソニックは結構安全に重ね得だそうです。
あーこれはスタブ完璧な対応見せている。俺は落とされる。と下がっていく。ありがたい。そう2位で反応。あれはツノッピの技。あーっと巻き込まれて波動拳重ね。ちょっと優しい。さあ真空溜まった。あー何もしない。さあでもどっかで真空打ちそうだけどね。打たないね。打ったね。さあちょっと負けてるぞエクスパー。さあまあ金子ガイルが片を。うー危ない危ない危ない。アッパー。うーんちょっと時間足りないんちゃうか。足りない。さあステオさんに回ってきた。セオさん、セオさん、これさあ、大形で投げる裏剣刺さるが、まあまあ問題なさそう。さあ、前に詰める、これが大事。ガイルはこれが大事よ。チュンリーガイルは攻める気持ち。バックジャンプしている。投げる、カウンターで投げていった。さあ押しているぞ金子ガイー。全部が無駄。投げるガード投げ。完璧な間合いでしたね。さあさあ悪いささやきが横から聞こえる。あー飛ばれて投げられて避ける。さあ踏みつけを出しているので着地に中足が当たらない。うまい。そうバット見てから投げに行く。ちょっと厳しいか。どう攻める。金子がいる。さあ踏んでこれはチャンス。あーテンションで。あーうまっ。背中蹴りで、背中蹴りでめくりを浮いていた。そして投げる。さあこれは瀬尾対ゆうべが今日の決勝戦です。さあどうなるかこれ。これはしかくぐって投げられて投げ返す、投げ返す、投げる、テンションで切り返す、投げ返す、投げ返しすぎちゃうか。テンションで切り返す。投げる。今度は台形でめくったので投げ返しのタイミングが変わる。投げる、投げる。そういう試合か。さあこれはどっか行く。ゲージがちょっと欲しいんじゃないか。さあ溜まった。なかで使っていく台形。さあこれは狙っていったか。ちょっとまだまだしぶとい。ゆうべかが狙っている何か。これは打ち、あい打ち、しぶとい。さあ今度は1点くぐって投げて台形どつり。テンション見ている。この男、この男見ている。上通さない。コパンでダブル2も入れたと思うんですけど出なかった。突っ込んでくる。固めて、ちょっと待って、中足。さあどう守るか、どう攻めるか。しぶといぞこの。油断できない。刺さってかくらない。これはガードから待って、テンション。ここは勝負していった。さあ1ラウンド取って踏みつけはガード。さあユーベガがどこから仕掛けてくる。台形しっかり現対空ができた。これはポイント100。飛んで投げて上から来る、来ない。さあこの間合い
お互い反応し合っている。暴れてゲージも、あーっと終わり際に突っかかってきて投げて、うおっと透かして投げて、投げに行ったがまだ暴れているのがゆうべが踏みつけ、攻めるしかなかったのでちょっと上の対応できなかったが、開幕バックジャンプ大系でこかして投げ返す、投げ返しすぎないかこの男。上逃げて、さあ瀬尾さんがゲージを貯めている。うわ大系大工頑張り、ポイント加点されていくぞ。どうする、見ているか瀬尾、上も来る、さあ分からない、大系突っ込んでくる、投げ返して大系、さあ百列からまだ分からない、うまい、どうすんの大系なんであそこで、なぜあそこで頑張れる。さあ勝ったのは瀬尾、瀬尾さんじゃない、ゆうべが勝った、お見事、勝ったのはゆうべが、いやー最後ちょっと頑張りましたね。じゃあ勝利の一言、疲れました、疲れましたということで、じゃあマイク返します。はい、終了しましたね。はい、優勝はゆうべがハゲ金子チームです。おめでとうございます。じゃあちょっと写真撮りましょうか。あ、配信台ただげしないようにリセットしますからね、すぐ。あ、これなんかお金入れたって言ってるんですけど、どうなんですかね。まあということで、じゃあ本日のランキングバトルは終了いたします。お疲れ様です。
はい、ちょっとお知らせなんですけど、今一応毎週木曜日スト 2X5 台入ってますんで、もしよろしかったら木曜日大山ニュートンで X 遊んでってください。で、最近あと Twitch と YouTube の方でも同時配信してるんで、過去の動画とか多分 YouTube だとずっと残ってると思うんで、いつでも見れますんで、まあもし昔の動画見たいなという方いましたら、YouTube の大山ニュートンのチャンネルの方ご覧ください。
you
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Fight!